エベルトン・デビニャ・デルマールは、チリ中部の都市ビニャ・デルマールを本拠地とする、サッカークラブチームである。エベルトンという英国風の名前は、リバプールからやってきた船員が、エバートン FC にあやかって名付けた。本拠地が近いサンティアゴ・アンダラーズとは、ライバル関係にあり、そのダービーは、クラシコ・デルプエルトと呼ばれる。2008年前期リーグで、通算4度目のリーグ優勝を飾った。 チリリーグでの4度の優勝は6位体である。コパリベルタドーレスには1977年に初出場し、クラブ創設100周年を迎えた2009年には32年ぶりに出場した。2万2000人収容のホームスタジアム、エスタディオ・サウサリートは、1962年の W 杯チリ大会で使用され、準決勝のチェコスロバキア対ユーゴスラビア戦など8試合が、 実施された。2010年8月4日、クラブ名の由来となったエバートン FC とリバープールのグディソンパークで親善試合を行った。ナッシュ中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。